皆さんどうも、キサでございます。さっきまでゲームをやってました。チェン、そして周りのものをシーした瞬間にこれがね、届いてたんすよ。前眼からコンガじゃなくて普通の特殊からコンが届きましたぜ。今回は違う特殊からコンの会社から購入したんで、ちょっとボトルがね違うんですよ。やっぱね、こちらのボトルだとボトルを捨てずにレンズケースとして使えるからベリーグードだね。でも普通のサイズのカラコン入れても意味ないと思うから、全眼カラコンのケースとして使っております。全眼カラコンだと普通のレンズケースのキャップを閉めるときにカラコンがキャップに挟まれることがあるんですよ。だからこうやって全眼に使っております。一応この特殊カラコンの購入できるサイトを、説明欄の方に貼っておくんで、興味のある方は、そちらで、まあ、ね、購入してください。はい。お値段はちょっと全眼とあんま変わらないから、結構高いです。はい。特殊カラコンだからね。このレンズのペアは390ドルを払いました。日本円だと4万7000か4万8000ぐらいですかね。まあ本当は手数料とか、あとは海外から来るんで、それのせいでお値段も結構上がります。あとはこのカラコンの会社はアメリカで販売を中止したらしいです。まあ理由はわからないけど、一応アメリカに住んでいる皆様申し訳ないですけど、ちょっとこのカラコンは購入できません。悪いんですが。で、話の方は結構長くなりましたし、もうそろそろカラコンの方をつけてみようか。カラコンが瓶の中から抜けないときは綿棒じゃねえんだよ。普通に取れるからさ。デザインはバイオハザってますね。細かくて個人的に LIKE です。このカラコンの含水率は 55% だ。まあ普段使っている全眼カラコンと変わりませんね。おい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 、そしてこれがね、レンズケースの中身のシチュエーションでございます。このカラコンは 15mm がサイズで、隣の白いやつは 18mm で、次のやつが 20mm で、そして 22mm だよ。カラコンを装着しよう前にクリーニングしましょう。 Take care of yourself, じゃん。付け方は簡単です。普通につけてください。それが付け方になります。ええ、普通のと変わらないからさ。入りました。ようね。いいっすね。みんなはどう思う？視界の状態はこんな感じだ。カラコンの色がちょっとだけ視界に入りますね。明かりを消したらこうなるんだ。カラコンが。あ、そういえば、いつもカラコンの動画のタイトルの方に、まあ、全部英語で書いてあるけど、まあ、特殊カラコンの付け方と外し方って書いてあるんだけど、でも、あれでしょ？ただのレビューでしょ？そうだね、気づいたら毎回ね、そんな風に書いてあったから、いやー、だから未だに変わってないです。うん。未だに変わってないです。そう。まあ、外し方は普通のと変わらないから、こうです。はい、撮りました。はい、つけました。ね。ああ、もう一つ言いたいことがあります。さ、これ。草さん、カラコンはどうしたんですか？入れないんですか？どれどれ？悪くない。悪くないな。全眼カラコンと違って、一日の装着時間は8時間まで使えることが可能です。特殊カラコンあるある。はぁ、それだけ。今日の動画見てくれてありがとうございます。そして次の動画でまた会いましょう。必殺でした。バイバイ。